Wide awake smiling still in my bed. The running scenes of last night through my head. Found myself in your home, said hello. Put my name in your phone. Lost my friends. I first stayed locked to Pier 66. My lips, your lips, my heart beating right out my chest. When I held you, I had something that I knew I need so bad. Yeah, I need your love so bad. 皆様こんにちは。今日はコストコ購入品紹介をします。どうぞ最後まで見ていってください。ウエストゴールドのグラスフェットバター、有塩の 454g 678円でした。こちらのバターは原材料が生乳と塩だけで、とてもシンプルなので安心ですし、コクがあってとても美味しいです。グラスフェットのバターはヘルシーですし、栄養価も高いと言われているので、まあ、できるだけ購入するようにはしてるんですけど、普通で買うの高いので、コストコはすごくお買い得だなと思います。ホワイトスモークの無添加スモークソーセージ 400g 798円でした。こちらのソーセージも原材料がとてもシンプルで、安心して食べることができますし、一度スモークしてあるので表面をカリッと焼くだけですぐにいただけるのも好きなところです。ホワイトスモーク無添加スモークベーコン 100g あたり278円、それぞれ大きさが違うのですが、私は1038円で購入しました。このベーコンを出すと娘がとても美味しいと言って食べるので、よく購入しています。メキシカンサラダラップ5本入りです。これ帰りの車の中でお腹空きすぎちゃって1本食べちゃったんですけど、とっても美味しかったです。中はトマトやキャベツ、人参、レタス、蒸し鶏かな、いろんな野菜が入っていてヘルシーです。あとハラペーニョの酢漬けが入っていて、すごい辛いんですよね。美味しかったです。アボカド5玉798円、1玉あたり160円です。アボカドは栄養価が高いので常に冷蔵庫に入れています。普通のスーパーだともっと小さくて200円以上するので、コストコのアボカド大きくて立派で、このお値段だとすごいお買い得かなと思います。ザロッティアンチョビフィレ 230g 748円でした。こちらは密閉性が高くて保存に適しているので、いつも購入しています。前より値上がりしたとは思うんですけど、まあこの容量ですし高くないかなと思うので、また購入すると思います。キリ24個入り698円でした。24個も入ってて、このお値段ってスーパーで買うよりもだいぶ安いですよね。キリは子供が大好きで、まあ、晩ご飯前ちょっと準備してる間待っててほしいなっていう時とかに食べてもらったりしてます。ノルウェー産アトランティックサーモンフィレ4449円です。 100g あたり399円でした。このサーモンはとっても美味しくって、私も娘も大好きです。丼物にしたり、普通にお刺身にしたり、マリネにしたり、本当によく使えるので小分けにして冷凍しています。バリラジェノベーゼソース 190g 3本入りで1098円でした。1つあたり366円です。こちらは初めての購入品です。私はシンプルに鶏肉焼いてかけたり、あとはトマトと一緒にカプレーゼのような感じで食べてもいいかなと思って購入しました。この日はジェノベーゼパスタを作ってみました。
昔職場の近くに大好きなイタリアンがあって、そこのジェノベーゼパスタがとっても美味しかったんですよね。こう真似していつもジャガイモとインゲンを入れて作っています。ジャガイモは食べやすい大きさに切ってレンジにかけています。一口大に切ったインゲンをパスタと一緒に茹でます。茹で上がったらジャガイモと一緒に炒めてパスタの茹で汁を加えます。カークランドシグネチャーオーガニックマリナラソース 907g が3瓶で1758円です。1瓶あたり578円でした。ドギーマン犬用おやつ絹さやキューブ 100g6 袋入りです。1袋あたり247円でした。ふーちゃんを飼い始めてまだ3ヶ月ぐらいなので犬のおやつはあんまり詳しくないんですけど、いつも無添加のものを選ぶようにしています。1袋あたり 100g なのでまあまあ大きいんですけど、これ開け閉めできるチャックみたいなのがついてるのでとても便利です。ササミなのでヘルシーだしいいかなと思います。カチカチに硬い感じじゃなくてちょっと柔らかい感じでしたね。ちょっと避妊手術の後でカーラーつけてるふーちゃんです。ポラレッティのフルーツアイス60本入りです。こちらは2回目の購入です。昨年も買いました。こちらのアイスは合成着色料保存料を一切使わずに作られています。普通のアイスよりもヘルシーですし子供にも安心してあげられますよね。何より1本17円、激安です。4つの味が入ってます。みかん、サワーチェリー、あとはレモン、いちごです。それぞれ入ってる個数はバラバラなんです。15個ずつとかじゃないんですよね。東食品の有機育ち極小粒納豆3個3パック入りです。338円でした。こちらは1パックあたりの量が少ない気がして子供にちょうどいいかなと思います。粒も小さめで食べやすいですしね。カークランドシグネチャーオーガニック 100% ジュース 200ml 40本入り1本あたり62円でした。こちらもやっぱり夏休みということでジュースストックしておきたいなと思って購入しました。 100% ジュースでオーガニックでこのお値段ってもう破格じゃないですか。私が行った時はお一人様2個までっていう風に書いてました。こちらも味は4種類でオレンジブレンド、ミックスベリー、アップルジュース、マンゴーオレンジです。うちの娘がミックスベリーが飲まないので私が飲んでます。けどゼリーとかにしたら食べるんじゃないかなと思って今度作ってみようかな。
should I take you home? But you said, oh babe, we got places to go。ラッキードッグのペット用マナー袋です。300枚入りで1477円でした。こちらのマナー袋はトウモロコシベースの原材料を一部使用していますので、より地球環境に優しいものです。素材は少ししっとりとした不思議な質感です。薄いんですが強度が強くて破れたりということはありません。以前ダイソーで買った消臭袋のケース、こちらがぴったりはまりました。カークランドシグネチャーオーガニックオーツ飲料 946ml 6本入りです。1本あたり275円です。このオートミルクは行くと2箱買うぐらいめちゃくちゃリピートしてます。まずオーガニックのオートミルクでこの1本275円っていう値段が破格っていうことと、美味しいんですよね。飲みやすいです。癖が少ないお味なので、オートミルク慣れてない方でも試しやすいんじゃないかなと思います。私はまあバターとかチーズとか食べてはいるんですけど、まあできるだけ乳製品を少なくしたいなって思うので、牛乳はほぼ買いません。あとオートミルクの方がアーモンドミルクより環境にもいいので、オートミルクを選んでます。夏はね、もう毎日アイスカフェラテ飲んでるので、オートミルクが欠かせません。キャラクタースケッチブック35枚8冊セットです。1冊あたり162円でした。プリンセスの他に恐竜の絵柄も売ってました。子供って大胆に絵を描いていくので、1冊すぐなくなっちゃって買い足さなきゃいけないので、8冊ぐらい一気に買えるのは嬉しいなと思って購入しました。遊びに来たお友達にあげても喜んでくれます。裏表紙は塗り絵になってるので、それもすごく楽しそうに塗ってました。割と紙もしっかりしてるし、これは買ってよかったです。しっとり滑らか大人のバーム16個入り1490円でした。1個あたり93円です。こちらのバームクーヘンは SNS とかで人気らしくて、前々から気になってたんですけど、いつも売り切れで売ってなかったんですよね。なので今回見つけてすっごく嬉しかったです。甘さが控えめなのと、しっとりとふんわりのバランスがちょうどよくて美味しかったです。1個90円ぐらいならいいなと思いました。また買いたいです。ミニピザ24枚入り888円でした。子供のおやつの時間にサクッと揚げれるものが欲しくて購入しました。え、想像以上にちっちゃい。あ、けどいいかも、食べやすくて。以上、コストコの購入品紹介でした。少しでも参考になると嬉しいです。皆さんのおすすめ品もぜひ教えてください。